こんにちは。ナナです。12月3日藤井聡太二冠が、叡王戦段位別予選8段戦で、永沼宏八段に102手で勝利したことで、同日7時から行われた杉本八段との対局へ進みました。師匠、杉本昌隆八段と3度目となる師弟対決に臨み見事勝利することができました。叡王戦は、持ち時間が各1時間対局の指差し戦で、1日に2局行われるという切り替えの速さも求められる1日となりましたが、それにもうまく対応した藤井二冠は、今回の勝利で師匠から4連勝となりました。師匠に勝つことを恩を返すと言いますが、もう十分返してもらっているから、そろそろ勝ちたいと思っていた。師匠にしてみれば、苦い対局になったのでしょうか。それとも、やっぱ藤井二冠は強いから負けるのはしょうがないと思っているのか不明ですが、とてもいい対局を見せていただきました。叡王戦は、今期から主催者が株式会社ドワンゴから株式会社藤屋に変更となったこともあり、対局者のすぐ近くにはペコちゃんのイラストがついたチョコ菓子が見えて、なんだかホッとする感じすらありました。さて、この対局は関西将棋会館五条段の間で19時から開始。持ち時間はチェスクロック仕様の各1時間。これを使い切ると、1手60秒未満の秒読み。先手後手は、振り駒で決め、藤井二冠が先手となりました。この対局までの両対局者の成績は、藤井二冠。今年度成績は32勝8敗 0.800。通算成績は201勝40敗 0.834。 この成績は未放映のテレビ棋戦を含みます。叡王戦の成績、8勝3敗 0.727。 杉本八段、今年度成績は6勝10敗 0.375。 通算成績は587勝472敗 0.554。叡王戦の成績は5勝5敗 0.500。 第2期で予選決勝まで進んだのが最高成績。藤井二冠は純粋な拒否者党、詰将棋を根底とした終盤力を武器とした鋭い踏み込みが特徴です。対する杉本八段は振り飛車を主戦場とし、稀に居飛車も指します。本局は午前に行われた畠山守八段戦と同様に試験飛車に構えました。師弟対決では、3度目の採用で、これは、師匠にとって、かなり思い入れが強い戦型なのでしょう。2人の公式戦は、本局が、3回目で、初手合いは、2018年3月に行われた王将戦で、千日手の末に藤井二冠が勝利。2局目は、今年の6月に行われた竜王戦。杉本八段の強気な攻めに対して終始丁寧に応じた藤井二冠が快勝していました。そして本局も勝利した藤井二冠ですが、師匠としては強すぎる弟子を持って、実は複雑な気持ちなのだと思いますが、それでも対局中の様子を見ると、永瀬王座の時より本当にリラックスした様子がうかがえて、その関係性の良さをさらに実感した一局となりました。終局時刻は21時23分。消費時間は藤井二冠が1時間0分。杉本八段も1時間0分。勝利した藤井二冠は段位別予選8段戦の決勝に進みます。対局直後、両対局者はこんな風に振り返っています。藤井二冠の返答から、しばらく考えた後、序盤が失敗してしまったと思って指していました。その後飛車交換になって、形勢はわからなかったんですけど、こちらの玉が寄らないようにしようと考えていました。具体的には、30手目7八銀と33手目3八飛車という2手が、27手目9八香と上がった方針と合わないので、そのあたり、もう少し、まあ、なんというか、関連のある手を選ばないといけなかったなと思います。師匠との対局が3局目だったことについては、序盤から何というか機敏に動かれて、うまく対応できないところもあったので、そういうところが自分にとっての課題なのかなと思いました。公式戦で2局指すのは久々だったんですけど、さらに
持ち時間1時間の将棋も久しぶりではあったので、少し感覚をつかむ必要があるのかなと思いました。対局中も、ルックのチョコをいただいて糖分補給できて、よかったのかなと思いましたと、記者からの返答に、上手に答えて、スポンサーへの貢献も忘れていなかった。今日の勝利で、予選突破まで1勝と迫ったことに関しては、頑張っていきたいと思いますと意気込みも語っていました。杉本八段、序盤は予定通りで香車も上がってくると思ってまして、34手目7四歩あたりまでは予定通りでした。そうですね。ちょっと桂馬を跳ねてから、藤井二冠43手目5五角以降、45手目4六角の局面がちょっとわからなかったですね。そこの局面が互角かなと思ったんですが、そこが苦しいのであれば、ちょっとやりすぎたのかもしれない。この局面で主張はあるように思っていましたが、ちょっとわからなかったです。序盤の8四歩が少し珍しい手じゃないかと思っていましたがという問いに対して、そこは予定の作戦でしたと返答。6月の時点で、もう今年は、さすがに藤井二冠と当たらないと、思ってたんですけど、こんなに早く当たるとは思わなかったというか、前回はまだ藤井さんが七段の時だったと思いますが、そうですね、改めてわずか半年でタイトルを2つ取ってるという成長というか活躍を感じましたね。一番最初は藤井六段と杉本七段だったと思います。今年の竜王戦での戦いは藤井七段と杉本八段でした。そして今回は藤井二冠となっているわけですが、今回の対局では杉本師匠が下座に座られたわけですが、それについてはどうだったのでしょうかという問いに対して、いや、まあそれは当たり前のことですから、間違っても上座に座らないように早めに来て荷物を置いて準備していました。藤井二冠はこの上座下座については師匠の言葉を聞いてどうだったでしょうかという記者からの問いに対して、そうですね、どちらも空いていたら下座に座るつもりだったんですけど、先に下座に荷物を置かれてしまい打つ手がないという感じでしたと微笑み返しています。するとさらに記者がその辺で師匠の優しさを感じたということでしょうかと問いかけると、はい、そうですねと笑いながら答えていた藤井二冠が印象的でした。このように対局後2人は話をしています。普通に考えると高校生の弟子に上座を譲ることになるとはなかなか厳しい現実ですが、ここまで突き抜けているとそんなことにこだわることなく、どこまでも成長してほしいと思っているのがきっと師匠なんでしょうね。毎回感じるのは、藤井二冠は師匠に本当に大切にされてて、しかもその様子から信頼しているのが伝わってきます。さて今年8月に王位のタイトルを獲得、史上最年少で二冠を達成すると同時に八段昇段を果たした藤井二冠は、今期から段位別予選の八段戦に参加。くしくも師匠である杉本八段と同ブロックに入ったことで今回の指定対決が叶いました。午前中の対局で杉本八段が勝利すると、それを見届けた藤井二冠も長沼八段と両者雁木模様の出だしから接戦を制して勝利、指定対決を実現させました。一局目の対局後、藤井二冠は薄い形からの戦いが続いたので終始難しいのかなと思っていました。中盤はあまり形勢として自信はありませんでしたと振り返ると、師匠杉本八段との対局については、師匠と対戦できるのは嬉しく思いますし全力を尽くしたいと思いますとコメントしています。また対局中には今期から主催になった不二家のチョコレートを口にしたといい、糖分補給にはぴったりなのかなと思いましたと微笑んでいました。さて今年も残り1ヶ月を切りました。なんといっても今年はタイトル2冠奪取した見事な1年でしたが、一方で王将戦に関しては誰もが予想しなかった結果となりましたが、それに関して壁にぶち当たっているのではないかという声があったようですが、
井上慶太九段がこんな風に語っています。壁に当たったわけではない。2018年3月に同じ王将戦の予選で藤井二冠を破っている兵庫県加古川市の井上慶太九段は、藤井二冠はタイトルを取ってから環境や席次が変わってちょっと戸惑いはあるでしょう。もちろんあれだけのメンバーですから壁に当たっているというわけではありません。3連敗した後、広瀬、佐藤、木村さんを破っています。これはすごいことですよと語っています。元竜王の広瀬八段、元名人の佐藤天彦九段、元王位の木村一基九段。なんといっても藤井二冠のプロ入り後の勝率が驚異的です。6局勝って1局負ける程度なのですからと井上九段は賛辞を送っていました。現時点でも勝率8割超えを叩き出している驚異的な強さは変わりません。これからの活躍が本当に楽しみです。それではこの対局を見た将棋ファンの声を紹介して終わりにしたいと思います。藤井二冠が勝ちました。この師弟勝負、弟子が師匠を超えて、師匠の胸の内は喜びもあるでしょう。何はともあれ藤井二冠おめでとうございます。藤井聡太先生、叡王戦もですが絶対負けられない順位戦頑張ってください。杉本昌隆先生、今回は残念でしたが順位戦頑張ってください。次の竜王戦ランキング2組決勝が4度目の指定対決になりますように。今日の杉本先生との将棋は藤井二冠の守りが堅牢で安心して視聴できました。今日は連続2局お疲れ様でした。おめでとうございます。杉本八段の胸中は複雑でしょうね。普通なら自分の弟子が強くなり活躍するのは非常に嬉しい。でも自身も1回の棋士負けたくはない。どんどん勝ち進んで頂点を目指してもらいたいと願っているでしょう。同時に自分との試合では弟子に勝ちたいという思いがあって当然。いずれにしろ複雑でしょうが、やはり嬉しさの方が大きいと思う。勝手な想像ですみません。人にもよるけど師匠の上座には座れないっていう棋士もいたな。杉本八段は将棋界の礼節を重んじる人だから、あえて弟子の下座に座ったんだろうな。